あの人のままに会うために今一人列車に乗ったの黄昏せまる街並みや車の流れ横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバスルームに偶然の伝言浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない不安な気持ちは残したまま「叱ってもらう」